新型コロナウイルスの感染者急増を受け、東京都の小池知事が昨夜、自宅勤務などの異例の要請を出してから一夜明けましたが、都心のオフィス街には動揺が広がっています。こちら午前9時前の JR 新橋駅前なんですけれども、朝方は通勤の時間帯なんですが、普段に比べて人が少ないように思います。小池知事が平日の自宅勤務や夜間の外出を控えるよう呼びかけたことに対し、対応を迫られる企業も多いようです。仕方ないと思いますけどね。保育園に預けている子どももいるので、生活どうしようかなって、ちょっと昨日パニックでしたね。僕も営業なんですけど、やっぱり出社しないとできない仕事とかも多いんで、そういう制度が整ってない中で、言葉だけ言われても難しいところとかもありますし。